松本人志がマスコミを批判、桜田大臣発言の変更報道で、本日放送されたフジテレビのワイドナショーの中で、松本人志さんが、桜田大臣の競泳女子、池江選手に対する発言に関して、次のような発言をいたしました。会見をするときに、胸に液晶のデジタルタイマーみたいなのをつけて、始まるときにスタートして、編集をしたらわかる。 なんで最初の4分を使ってないんだって。記者は、上げ足を取るような感じはしてたと正直思いますよ。確かに失言かもしれないが、マスコミも問題はだいぶあるとなっておりまして。こちら、桜田大臣の発言をですね、す、え、べ、ー、てご紹介いたしますと、正直なところびっくりしましたね。聞いて、本当に。病気のことなので、早く治療に専念していただいて、 一日も早く元気な姿に戻ってもらいたいというのが、私の率直な気持ちですね。本当にそう。金メダル候補ですからね。日本が本当に期待している選手ですから、本当にがっかりしております。やはり、早く治療に専念していただいて、頑張っていただきたい。また、元気な姿を見たいですよ。そうですね。いや、日本が誇るべきスポーツの選手だと思いますね。 我々が本当に誇りとするものなのなで最近水泳が非常に盛り上がっている時でもありますしオリンピック担当大臣としてはオリンピックで水泳の部分を、ね、非常に期待している部分があるんですよね。一人リードする選手がいるとみんなその人につられて、ね、全体が盛り上がりますからそういった盛り上がりが、ね、若干下火にならないかと思ってちょっと心配していますよね。 ですから我々も一生懸命頑張っていろんな環境整備をやりますけどとにかく治療に専念して元気な姿を見せていただいてまたスポーツ界の花形として頑張っていただきたいというのが私の考えですねとにかく治療を最優先して元気な姿を見たいまた頑張っている姿を我々は期待していますということですとこのように発言されているんですけども こちらはまあ確かにですね言葉選びが少し乱暴かなというところはありますがこの桜大臣の発言池江選手を思いやる発言でありそこまで問題ではないと思います皆様こういったマスコミの偏更報道に騙されないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただき ありがとうございました。